フィンガーシフト式レバーの一例フィンガーシフトとは自動車の運転席横に設けられているごく短いシフトレバー。大型バスなどに採用されるものでフィンガーシフトコントロールとも言う。電気信号のスイッチで油圧または圧縮空気で変速機が操作される。商用車においては主にバスに1984年頃から電磁エア式のマニュアルトランスミッションが普及し始めた。 リアエンジンバスの場合、床下のシフトリンケージが長くならざるを得ず、変速には大きな操作力とストロークを要し、シフトフィールも良くなかったため、ドライバーの疲労軽減とシフトミス防止のため、電磁エア式の変速機構が開発された。この方式は、シフトセレクトフォークをエアアクチュエーターで動作させるだけであり、トランスミッション内部は従来のままである。 変速とクラッチ断続もドライバーの任意操作となるため、セミオートマチックとは異なる。あくまでドライブバイワイヤーのマニュアルトランスミッションであり、もちろん自動変速が可能であるイスズのナビゴなどとも異なる。ただし、車速、エンジン回転数、トランスミッション入出力軸の回転数はセンシングされており、無理な変速操作ができない制御となっている。4メーカー全てが当初は、 オプション扱いで設定したが、観光バスでは、スーパーハイデッカーと2階建てバスの多くで、標準装備、路線バスでは、低唱者が普及し始めた1995年頃から、標準設定されるようになる。特に床下にシフトリンケージを通すスペースのない、ノンステップバスや2階建てバス、運転席と客席の間の段差が、大きいスーパーハイデッカーで、 マニュアルトランスミッションが設定されている場合、この電磁屋式トランスミッションは必須の装備となる。かつては多くの車種で標準設定されていたが、2010年代からオートマチックトランスミッションやセミオートマチックトランスミッションへの移行が進み、2018年7月現在で設定されているバス車種は、日の セレガリミテッドエディションとイスズガーラ HDVP の2車種のみである。名称については商品名で呼び名を表されており、メーカーごとに呼び方が異なっている。ありがとうございます。